5分でわかる放浪者ナショナル編成。今回は放浪者ゆくあき、ベネット、シャンリー4人の編成の紹介です。パーティーの概要、放浪者主軸のナショナル編成。放浪者オンフィールドアタッカーで、ベネットバフを受け取り地震火力を出しつつ、水と炎元素を水力リバフ、ゆくあきの追撃軌道で水付着しながら、シャンリーの蒸発火力も裏から出していきます。もともとナショナル編成が強いため火力は十分出すことができますが、他のナショナル編成に比べても特段優れている点はなく、無難といった編成。とはいえ編成コストは低いためおすすめできる編成の一つであるとは思います。パルザンはトゥライ水力4アタッカービルド、ゆくあきは政府絶縁4アタッカービルド、ベネットはキリギリ旧貴族4バフ特化ビルド、チャンリンは漁獲絶縁4サブアタビルドです。各キャラ、放浪者はオンフィールドで火力を出すメインアタッカー、ベネバフを受け取った状態で自身を火力しながら、ゆくあきの追撃を通常と連動して起動していきます。生物は耐性ダウン効果を入れることができる水力4セットがおすすめ。シャンリンの蒸発火力を底上げすることができます。自身の火力が DP 制限になるため、生物の厳選は重要。火力を出せるようにしておくのがおすすめです。ゆくあきは爆発の追撃とスキルで火力を出すサブアタッカー。高速水付着でシャンリンの蒸発をサポート。自身のスキルでの2倍蒸発でも火力を出すことができます。パーティー全体の爆発安定感確保のためにも制風権を持たせています。アメスダルの剣の防御効果が中段耐性が足りない放浪者を守ることができます。ベネットはバッファー兼ヒーラー役、一応自身の爆発の蒸発でも火力を出すことができます。爆発への攻撃力バフ効果、炎共鳴および旧貴族のバフ効果で放浪者を強化するだけでなく、スナップショットを利用してシャンリンの火力も強化できます。もちろん回復効果で安定感も確保。爆発回転率が何より大切で、チャージを盛るのが重要です。シャンリンは爆発サブアタッカー、約 1.3 秒ごとに必定する爆発の戦火輪で高火力を出していきます。チャッククールタイムがないため毎回蒸発反応を起こせるのが強い点。攻撃力はベネットに依存できるため、チャージのステータスを重視するのがおすすめです。これを踏まえてローテの参考。まずはゆくあきの爆発で追撃環境を起動、通常挟んでベネットの爆発からスキル通常、シャンリンに切り替えスキルから通常爆発、放浪者に切り替え爆発で水力デバフを与えます。ゆくあきのスキルで2倍蒸発火力を出した後、放浪者でスキルから通常打ち込んでいってワンローテ終了です。間で通常挟んで蒸発反応を狙いに行くのを忘れないようにしましょう。最後にこの編成で今期の螺旋12層を攻略します。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。みんながそばにいてくれるわ。話が通じないなら雨描きがたし、ザコの属性を見よっか。やっはくらえ、答えを2匹となれ。せスオーパーよ、全力攻撃だ、燃えろ。師匠の技をくらえる。この剣はわかるかい。これで姿変えろ。股間奥義くらえ。みんながそばに天へと回し、は早く死にたいようにせっかさあ動くぞ。へえスロパー火を消え、股間奥義燃えろ。みんなは俺が守る。話が通じないなら叩くまりでしょう。わかるかい？全力攻撃だ！燃えろ！師匠の技を喰らいなさい！料理の仕掛け！風よ！図が高いぞ！その程度か！股間奥義！属性を見下ろす！久々の獲物だ。